うん、思った早く帰んなきゃダメだ。頭が高い。なんだそれ。シーズナーのレースでスタートに遅れた小林さんです。昨日は基本トレーニングを少しやってきました。今日はどうでしょうか。結構マジな顔してます。ここは遅れました。ここで今コンマ7の遅れになりました。そしてここから緩斜面スピードが落ちてしまったんでゴールで2秒半ぐらい遅れると思います。小林さん、荷重点の問題もうちょっとまだあるかな。腰の左右の振りだけでエッチングしてるからももの内外線もうちょっと使って。うう、外隙流れる。外もも少し絞っておけばな。一気にスキーの向き変えないね。角度出していくのね。ほら上体が来た。まっすぐ入りすぎだ。うあかん、あかん、今日はあかん。その場所でドーンっていくとバラバラバラって食らっちゃうんで前にスーって送っていくの。その時にインサイドの肩が引けちゃダメだね。お、ちょっとタイミング遅れてるよ。ほら。ひょん。もう少しすね傾けて、中心をギューって絞んなよ。一気にやっちゃダメ、一気に。インサイドちょっとキープしといてね。痛えってなんかそこで待ってるからダメなんだ。柔らかく使ってかない。リスクはないと判断したこと。2番目は今後の業務提携を実行するに際し当社が指導的立場で臨めることを確認できたことであります。ほらまた勝ち込む。打ち足立ちになってるよ、打ち足立ち。ちょっとね、予習してても、でもまあ、予習してても無理ですかね。しんどいのはしんどいですもんね。バカチーム間違えんな。膝最初、膝最初。膝最初、膝。うわー大丈夫。勝ったはーん。かっこいい一流の証。
コバティスタート。回っちゃうダメ、回っちゃう。まあ、栗山監督の今話を伺うと本当になんかもういろんな想定と、なんか数字に現れない、まあ、ちょっと良くなってきたんか。コバティ、じゃあ今夜も一回あれ行ってくれよ、ボール上がりですか。うん、嫌なの。はい、嫌なの。いや全然。うん、これこっから下片付けるから頑張って。